ちょっとこのナビ通り行ってみようかね。ナビ通りに、ナビ通りでちょっと知らない道を連れてってくれるかな。もうここ知らないとこなんだけど、よし、 U ターンをしていく、ハンクラ当てて小回りしていく。あれ、これ左になってるな。よし行くぞ。ダム一周できるね、ちょうど。やったね。なんだろう、でもなんかあんまりこう大自然の脇に際立ってるというよりは人工ダムだから、なんかあんまりありがたみねえな、実際ここ。よし行くぞ。知らない道がやっぱテンション上がるよね。あ、ここ何、ダム渡るじゃない、テンション上がるじゃない。やっぱね、結構人工池なんですねここね。あ、釣りしてる人がいる。ここ落ちたら上がってくるの大変そうだけどな。まあいいか。次左で今曲がる。いいね、これ細かい道に連れてかれるの大好き。右曲がる、超ローカルルートでしょこれ。なんか冒険感がいいよね、ワクワクする。でこれ右曲がる。右曲がる。踏切で ABS を聞かせて止まっていく。うん、ABS ちゃんと効きますね。かなりストッピングパワー強い感じですね。あそこにね、仮面ライダーがいるの。あそこわかるかな、仮面ライダーいるの、あの角のところ、ここ仮面ライダーがいるの見て、ね、いたでしょ。あ、また単線が見えた。これもう田舎の、あ、電車も走ってるじゃん。よっしゃー、目的地目指してアクセル開けていきますよ。
で、これをここから右に曲がっていきます。右に曲がっておるっていうか、これ段差、右に曲がっていく。県道92号線を右折していきます。はい。で、そうそう、この前ね、この前じゃねえよ、昨日の夜元ジータさんと連絡取ってて、電話してて、で、その中で出てきたのが、ゼファー400がなんか入荷したらしいんですよ、元ジータさんに。で、もし岡くんウィリの映像撮りたかったら使っていいよって言ってくれて、うん、だからもしかしたら近々ね、400ネイキッドでのウィリのやり方の映像を撮れるかもしれません。で、そう、今までね、すごいその問い合わせ多かったんですよ。400ネイキッドでそのウィリーどうやってやるんですかっていうコメント非常に多かったので、そう、今回ね、その映像を撮ろうかと思っております。っていうか、何このあぜ道、あぜ道、あぜ道じゃないけどこんなとこ通るんだね、恐るべし Google マップそうそうね、400ネイキッドで、僕実はね、初めて自分のバイクを買ったのが、ゼファーカイだったんですよ。そう、だからちょっとね、懐かしいなと思って。で、もちろんその400ネイキッド乗ってた頃は全然その素人ライダーで、こんなね、エクストリームなんかもやってなかったし、全然ヘタッピーだったんですけど、それがね、今乗ったらどんな風に感じるのか、それはすごい楽しみだなと思って、原点回帰じゃないけどそういうちょっとところもあるんですよね。だ、ちょっと400ネイキッドで今度ウィリー撮りますんで、400ネイキッド乗ってる方はもうしばらくお待ちください。はい、よし、この辺から確かね、山登ってくんだよね。この辺の先の交差点から、ね、山を登ってく感じのはず。そうそう、ここね、ここで右折をしていくわけです。ここから山登り開始です。鹿野山までもう少しです。登っていきましょう。すごい、やっぱ迫力あるなね、このルートすごい好き俺、見てこの景色ね。じゃあ登っていきます。この辺で、ね、普通にね、鹿とかね、猿とかいるんですよね。普通にいる。結構ね、こういう道とかでも飛ばしてるといきなりね、鹿がいたりとかするんで気をつけてください。まあ、登っていきますよ。G310R はね、こういう楽しみ方が一番いいと思う、多分。こういう峠道をね、ひらひら走る、そういうのがね、一番楽しいバイクだと思う。リスクもなく、ね、しかも多分これ速く走れますで、一般道なんで今やっぱそんなスピード出してないですけど、結構速く走ることができますね、峠道。しかもやっぱその車両の軽さを生かして、下り道、下り坂なんかもね、ガンガン攻めていけると思いますね、ちょっとそのフロントブレーキがラジアルマスターじゃないので、繊細なコントロールはちょっと難しいんですよね。ちょっと唐突にブレーキが効く感があって、その辺を変えていくとね、かなり乗りやすいバイクになると思います。はい、まあ、あとリアブレーキもですね、リアブレーキももうちょっとコントローラブルなブレーキパッドとか、ね、ポジションにしてあげると、もっともっと乗りやすいバイクになりますね、まあ、そういう改善するのも楽しいですからね、はい、ガンガン登っていく。では
パワーが程よくていいっすね。ちょうどこういう峠道で使い切れるパワー感ですね、で足回りも意外としっかりしてるし、全然、その峠道ぐらいだったら全く問題ないっすね、でちょっとさっきね、膝とか出してみましたけど、膝擦れないですけど、なんかすごいポジションがね、全然僕初心者なんですよ、その膝とか全然擦ったことないから。ただそういうハングオンスタイルなんかなんかすごいフィット感があるというか、やりやすいですね、さてこのまま登っていきます。てか、もう温度がすごい下がってきた、寒い、5度ぐらい下がったんじゃないかな、一気に寒くなりましたね。もうスポッチで展望台です。九十九谷なのか九十九谷なのか、ちょっとね読み方が分かんないですよ、どっちなのか分かんないですけど、ちょっとね、到着しました。これ右の方がいいですね、多分ここちょっと右行こうかな、右行こうと思います。到着しましたね、誰もいません、車行っちゃいと思ってますけど、見てくださいこの景色、房総半島の山々が全て見下ろせます。ここでね 400m 行かないぐらいなんですよね、だから房総半島って本当にそう低い山ばっかりなんですよね。いやー素敵です。じゃあちょっとここでね撮影していきましょうか。はい、ということで今日は、ここが折り返し地点で、ここからね、家に戻っていこうと、思います。G310R、今日乗ってみて、かなりね、やっぱり面白かったです。昨日は基本的には街中を乗ったんですけども、今日は、ツーリングで峠道を走ったり、そういったライディングをしてみましたが、やっぱり、ね、310cc というパワーがねしっかりあって、非常に、キビキビ走れる、バイクでした。上り坂もねちゃんと加速してくれるんですよ。もうちょっとそのしんどいのかなと思ってたんですけど、全然問題なかったですね。しっかりパンチのあるトルクのあるエンジンで、しっかり山道を登っていくし、まあ、あと僕が思ったのが下り坂が非常に得意なのかなと思いました。やっぱりその軽量な 車格ということで、下りでの、ね、ブレーキングとかは結構得意なんですよね。しっかり止まってくれるんですよね、車両が軽いの であとそのフロントフォークが 41π の倒立フォークが入っていたり、ラジアルキャリパーがついていたり、そういったねその足回りが非常に強いので、下りでもガンガンブレーキ握ってねコーナーにこう進入していける、そういった、車両だなというふうに思いました。下手すると大型のバイクより早くなんか走れる場面もある感じが、しましたね、であとそのコーナー中のそのブレーキのその自由度というか、やっぱりその軽量な車両から来る、バイクが寝てても下り坂でもしっかりブレーキをかけることができて、車速をね、どこでも落とせるというね、そういう安心感がありましたね、コントロール感とも言えますね、はい、ということで、総評としては、普段の足としても、使える、気軽に乗れる車重だけれども、しっかりパワーもあってメインバイクにもなりうる、両方ともその普段の足としても使えるし、趣味のメインバイクとしても使えるし、それをねうまく両立できる、そんなバイクだなというふうに、この2日間乗って感じました。非常に面白いバイクだと思います。はい、あとはね、もし僕が買ったら購入後の楽しみとしては、フロントブレーキをラジアルマスター入れてもっとコントロール性上げてね、そのコーナーのブレーキングをもっともっとコントローラブにしてあげると、あとはリアブレーキはちょっと踏みづらいのでちょっとね高くしたいなっていうふうに思いました。でリアブレーキの効きもちょっと強いので、ブレーキパッドとかで調節できるとさらにね、峠道なんかも楽しく走れるようになるんじゃないかなというふうに、感じましたね。はい、悪い点がそれぐらいしかないというね、そういったバイクだと思います。デュークとね大体こう比較されることが多いと思うんですけども、僕ね実際エクストリームやったことあるんで分かるんですけど、こっちのバイクの方がね低速トルクが全然強いんですよ。つまりはこう街中の発進とかも
そのデュークなんかは結構エンジンを回さないとすぐにエンストするんですけども、こっちのバイクはね下のトルクを使って結構そのエンジンを回さなくても発進できたり、しますので、そういったところがね結構違います。はい、でむしろね街乗りメインになるとそういうところがとても大事になってくるので、まあ、デュークと迷っている方はね、この辺のアドバイスが参考になればと、思います。はい、それではねこれから、家の方まで戻っていこうと思います。